ね、本当にこれはちょっとよろしくお願いします。雨大好きさん、よろしくお願いします。私、鈴木健三と申します。やっていきたいと思います。相手のパーティーが、マリルリー、あとなんだっけ、こいつから剣のやつこいつ名前なんだっけ、なんか剣の剣のやつ、剣のやつ、カバルドン、リザードン、リザードン、リザードン出てこなかったらやばいね。ロトム、これウォッシュロトム、水ロトム、あとソープということで、あの剣のやつが、まあ、ジュナイパ、手羽先でこれ、手羽先がいけるんじゃないこれね。手羽先さ、だってさ、マリルリー、剣のやつ、カバルドン、ロトム、これ、4匹相手にできるんじゃないこれ。手羽先拾う、手羽先絶対行く。で、月光がで、月光がでソープとリザードン、これ相手できるから、は俺強くねこれ。いけるんじゃないこれ、マジで。あと何入ればいいの、あとは。あとは誰だ、メタグロスとか言っとくか、メタグロス。安牌じゃない、メタグロス、安牌。メタグロス言っとく。以上かな、こんなもんかな。あとなんかいる、なんか持ってくものあるみたいな。ノリで。あれ言うけど、雨大好きさん。なんで雨大、雨パカ、おい、ちょっと待て。なんだその伏線。お前伏線貼ってく、お前レート対戦に伏線貼ってくるタイプか、お前。新しい、ちょっと待ってくれ。やめて、雨パ、何雨大好きって、何その名前。怖い、怖いんだけど。雨降らしてくるじゃないの。手羽先行ってこい。手羽先で多分相手できるでしょう。なんか4匹もだって、相手、ほら、雨じゃないんじゃないこれ。お、なに、あ、メスか。あ、びっくりした、色違いかなと思った。そう、お前全然雨大好きじゃないじゃん、嘘。ミスリードのタイプ、伏線かなと思ってたところがミスリードだったタイプか。これ素直にリーフブレードでいいんじゃないでしょうか。何してくるんでしょうか。砂起こしして、何してくるの、後続に。だってなんかさ、ドリューズだっけ、あのモグラのドリューズがいる場合はこの後ろに引いてきて、ドリューズの特性がなんか砂隠れが、なんか砂の時スピードが上がるよみたいなあれだからっていうこともあって、そういうなんかコンボ的な意味合いで使われることもあるけど、そうでもないもんね別にね。急所出た、ラッキー、急所、ラッキーなのかこれは。わりかしアンラッキーなんじゃ結構か、悪に、わかった、これあれだ、俺の、あれと同じだ。ドブサライの戦い方と同じだろ、これ。これ、砂でダメージ与えながら、あくびで交代させていくって、そういうサイクルだろ、お前。次またあくびだろ、お前。うわ、これ乗りたくねえ。こいつの策に乗りたくねえ。うわ、これ。うわ、どうしよう。待って、ちょっと待って。砂嵐ってさ、砂嵐ってさ、あれ聞く、鋼に聞く、砂嵐、鋼、聞くかな、聞かなかった、お前。なんかウェブページにアクセス、インターネットが壊れた。待って、俺んちのインターネット壊れた。待って、時間がないのに。時間がないのに。あ、待って、俺のインターネット壊れた。ちょっと待って、待って、これ。待って、俺んちのインターネットが壊れた。今、繋がらなかったんだって。なんでここでお前当たるよ。ステロ巻いてきた、うぜぇ。砂嵐、ちょ、もう一回やってみよう。砂嵐、鋼、ね、なんで聞かないの、なんで、俺んちのインターネット壊れてる。劣化されちゃって、俺んちのインターネット壊れてる間に。起きろ、おい。ここはまあ起きない。一旦はなんか眠る。これね、コメントでもらったんですけど、ポケモン知ってました皆さん。知らないでしょ、どうせ皆さんみたいなもんは。これ一旦は眠るらしいんですよ、確定で。知ってました、知らなかったでしょ。一旦確定で眠るらしいから、もうここはしょうがない。ここは眠るとして、次起きよう。次。あ、もういいよ、しょうがない。これは、ね、ここで一回ね、ぐっすり眠って、うぜえ。こいつ、やりやがったな、貴様。この野郎。月光が、ただ、もうこれ、勝てるでしょ、どうやったって。何、何がしたいんだ、こいつ。普通に、水手裏剣で。落ちるよね、きっとね。ただ手羽先を使いたいな。おいなんだこいつ、ちょっと待ってくれ、おい、なんだこいつ、なんかうまいことこいつの手のひらの上で落とされてる感じがあるぞ。ちょっとやめてくれ、俺が、もしかして俺んちのインターネット壊したのもお前か。インターネットが通じないんだけど。砂嵐鋼で検索、なんだ、おい、ちょっと待ってくれ。ここは、いや、ここは、いや、
待ってよ、メタグロスと言うても泣きにしもあらずなんじゃないか。マリルリはこれ月光河に対して何草結びとかないかかな。なんだろうな、マリルリが何してくるんだろう。草結びって覚えてる？マリルリって、え、マリルリが何できるのか俺分かんないから、これ入れ替えて雷パンチ打っていいかな。で、一個、それも一個手なんじゃないでしょうか。いけ、これでいけいけ。お前予備だ、一応予備で連れてきたメタグロスね。本来なら手羽先でどうにかでき、お、なんだ、じゃれつくフェアリー、なんだおい、気持ちが悪い、奇妙だぞ、君が悪い。砂嵐収まった、オッケー。これで、いや待て、ここで相手引いてきたりとか全然可能性としてあるので、ただ素早さは俺かかってるから、アイアンヘッドでいいんじゃないか、これ。いや、いや、なんだこいつ何してくんだ。うわ、マリルリって何してくんだ。ちょっとインターネットが使い調べられない状況。マリルリ。調べられない状況、これきつい。インターネット壊されてるから。全部作戦する。番外戦術撃たれてるから、俺。え、ま、ね、調べられ、マリルリって何してくんの。うわー、これ引かれてだって、カバルドン来たらめんどく。まあいいか、雷パンチ。引かれてカバルドン来たらもう、バレットパンチ、わバレットパンチ撃っていこう。しょうがない、もうしょうがない。しょうがない、俺悪くない。これ、俺悪くない。いや、もうこれはしょうがない。これは、これは、いやいやいや、しょうがない、しょうがない。いや、これはしょうがない。これは俺悪くない。これはインターネット、インターネット壊されてると、これ、しょうがない、どうしようもねえよ、これは。だってネット使えないんだもん、だって。なんでこんなこと言うんだ。ずるじゃん。汚いよ、お前やり方が全部。汚い。汚い、汚い。いやいや、これは俺悪くない。いや、大丈夫だ、メタグロス。これは俺たち悪くないから。いや、バレットパンチでいいよね、これね。バレットパンチ落ちるよね、きっとね。相手先制技とか持ってんのかな、鬱陶しいなぁ。レート、あ、レートパンチ打っちゃった。まあ、俺の方が早い。じゃあ、まだ問題ない。全然。砂起こししに来たのか、お前。砂起こして剥がれに効くのか、結局。効かないのかな、効かないんだったら俺入れ替えればよかったな、素直に。チルタリス。あー、そうか。じゃあ、まあ、でも、脳天気、天気、え、何天候の影響がなくなった。なんだお前。じゃあ何、砂起こしだ。これ、え、これ、脳天気って俺もどういうこと、よくわからん、これ。なんだお前、マリルリ、お、びっくりした。雨大好きっていう名前がびっくりした。雨降らしてきたのかなと思った。なんか、何え、チルタリスは何、どういうあれなの、メガチルタリスは。メガチルタリスのしてくることとか、その辺もよくわからない。これ、どう、結構食らう、まあまあ、大文字外して、うぅー、耐えろ、うぅー、おぉー、え、天候の影響は普通に受けて、え、てか、剥がれても効かないんじゃないこれ。俺、聞いてなくないマジけ、おい。相手、なんだ先制技とか打ってくるのかな、持ってるかな先制技。バレットパンチでいいでしょ。なんでなんでフェアリー入った、おお入れ替えてきたよ。あらあらららら、これは勝てるんじゃないですか、これ勝てるんじゃないですか。バレットマッチどこで行く、まあまあ結構行くね、あれ悪くないよ。え、でこれ俺何言ってた、あ、なんだなんだあれか、なんじゃらのみ、なんじゃ、え、おぼんのみ、なんでおぼんのみ、これなんだ、こいつ何してくんだ。で俺の方が早いね、入れ替えてくんのかな相手、多分そ、あれだ、ソープがメガ進化して、フェアリーがアクアジェットでぶっ飛ばしてけ。もやもや気分切り払いして。鬱陶しい、こいつ。やることなすこと、お前に頼む。お前にかけたぞ、マジで。頼むぞ、マジで。起きろよ、お前。ほんとに、お前。なんでこんなうんぷてんぷしなきゃいけないんだ、なんで俺こんなうんぷてんぷしなきゃいけないんだ、頼むよ、インターネットも壊されて、お前起きろよマジで、お前起きろよマジで、頼む頼むマジで起きろ、出ろ、吉と出るか京都出るか、吉と出ろ、一か八か、八一か、起きろ、とりあえず何でもいい、起きろ、何でもいいから起きろ、何でもいい、起きろ、目を覚まーす目を覚ませ、急所に当たる、くっす、まあ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 、悪くない、悪くないよ、悪くないよ、悪くない。これ相手はフェアリー入ってるから、フェアリー技を打ってくるのか、ドラゴンフェアリー、鬱陶しいな、ドラゴンフェアリーか。フェアリーってゴーストリーフェアリー抜群だっけ、そんなことないよね別にね、悪だよね、俺別に大丈夫なんじゃないのこれ、何してくんだろうな。
影打ちで落とせたりしないかな。厳しいか。影縫い、これ何してくんだろう、マジで。下手にだら、下手に動けないな。影縫いで確実に行くか。影打ちで一か八か。チルタリスの耐久とか調べられたらな。耐久とか調べられたら結構変わってくるんだろうな。チルタリス、もう、インターネットが壊されてるんだって。インターネットが壊されてる。でも、インターネット、インターネット。ああ、影縫い。ここは耐える一発。俺の、ハイパーボイス聞かねえ。耐える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 一発耐える。よしよしよし、なんだおい。なんだお前、その程度かおい。影縫い。あれ大したことしてこないぞ。なんだこいつ。あれてか、影打ち結局2発か。じゃあ、影打ちでこれで落ちる。なんだこいつ、あれあで、マリルリーだって俺、リーフブレードで落ち前じゃないねえ。え、それともマリル、マリルリの方が早い可能性全然あるか。え、マリルリの方が早い可能性全然。マリルリ、アクアジェット持ってる。大丈夫、アクアジェットはさすがに大丈夫と思うけど。どうだこれ。どうこれどうこれどうあ、俺、え、俺の方が早い。よし、落とせ。落とせ。落とせよ。勝ちました。対戦ありがとうございました。よかった。全然雨関係なかった。この人、雨大好きさん。ありがとうございました。1600とか生きて、マジで。はい、よろしく。T さん。よろしくお願いします。なんかシンプルだね。シンプルイズベスト。T さん。少年 T じゃん、お前、これ。少年 T の T か、お前。だとしたら許さないぞ。この野郎、喘ぎ声。この野郎。電波ファンから言わせてみれば。ゲンガー、なんだっけ、こいつの名前。ボルトロスだっけ。ゲンガー、ボルトロス。スイ君、手羽先じゃない。唐揚げ、カプコケコ、鉄火具やと。いうことでですね、これは割かし手羽先の出番があるんじゃないですか？だ先手が多分、誰で来るんだろうな、最初。カプコケコかな？ちょっとそこが悩みどころなんだけれども、まあ誰で来たとしてもサザンドラ、もうサザンドラが結構いけるんじゃない？これね。カプコケコに対してでしょ？で、鉄火具屋に対してもいけるでしょ？で、唐揚げに対してもいけるでしょ？サザンドラ、手羽先、結構こう、どうでしょうこれで。これ結構割かし、悪くないんじゃないかしら。ねえ、これ月光画がすごい便利なんだよね。いつも選んじゃう。そして月光画と手羽先をね、選びがちですね、僕は。気に入ってます。もう月光画もなんとかして色違いにしたいなと、ちょっと思います。今度からね、やります、そういうの。これでいいんじゃないでしょうか。これ結構、待機中。どうだ、おい。俺が先に決めたと思われたくないんだよね。なんか相手が決めてから決定をしたよね。そういう心理あるでしょ。そういう心理。対戦よろしくお願いします。T さん。倒します。悪いが、お前にはここで消えてもらう。かっこいい。なんか黒統一。お前中学生か、お前。お前のそのファッション。中学生か、お前。もう靴まで黒いじゃん、お前。入れろ、もっと色を。入れろ。おっしゃ、来た。カプコケコくん。どうだ、残念。お前、なあ、先行で、かかってこれると思ったか。おい、こっちとらな、スカーフじゃ、この野郎。お前の上から殴っていく、お前の上から大地の力、おい。おい、残念だったな。お前がスカーフ持ちだったらまた、話も違ったんだろうがな。これは気持ちがいいぞ。これはめちゃくちゃ気持ちがいい。これ、バッチし決まった。久しぶりにバッチし決まったな。いいよ、ランドロス。ランドロスか。ボルトロスじゃなかったよ。ボルトロス青いやつだ。ランドロスは、何タイプですか？地面飛行なんで、大地の力効果、これ入れ替えるしかない。手羽先でどうにか、手羽先でどうにもならない。これ月光が、ここただなぁ。どうかなぁ、これ。月光があいつの攻撃を耐えられるとも、思いがたいんだよな。これ何してくんだろうな。これ地震とか言ってくんだよな。ねえ。普通に考えたら、地震かなーって思うんだけど、俺はどうだろう。これ月光河には入れ替えられ耐えきれる未来が見えないから。これ一旦、手羽先かまそう。ごめんな、手羽先。手羽先、ただ俺、なんでお前をかますかっていうと、俺はお前を信じてるからだ。お前が耐えられる、ここに耐えうると。ステルスロック？じゃあ、引けばよかった、普通に。
なんでかばす必要なかったじゃん。これただもう、行ってみよっか、じゃあ。こんなんしてくるんだったら、こんなん相手してくるんだったら、行ってみよっか。リーフブレードの方が多分威力に92。もう行ってみよう、ちょっと手羽先、試してみよう。変な話だけど。手羽先ならやれる。素早さ下げられて、いくら素早さ下げられても、手羽先、素早さ機能してないから、すでに。何の意味もない。これいけるんじゃないこれ。ねえ、これ耐えるんじゃない相手の攻撃。これ多分一撃耐えて、これリーフブレード、ワンチャン、何まあ、乱数なのかなこれは微妙なところだけども、いける可能性もあるし、ねえ、急所に入ればいけるし、で、いけなくても影打ちでどうにか、できるし、これいけるでしょ岩石が。なんでお前大したことねえな。おい、引いてくると思ったか俺が。引いてこないぞ。お前そんなんじゃ。そんなんじゃダメだぞ、お前。おい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 、なんだお前。マジか。こんな解消じゃん、すごい。ごっつ解消やん、おい。え？倒せんの？マジで？すごい。活躍してるんだけど。俺の手羽先が活躍してるんだけど、お前。こんなことがあっていいのか。おい、なんだ、もうあいつ仲間諦めるぞ。諦めたのか、お前。諦めんな、お前、そこで。ダメだよ、諦めちゃ。いけるって、まだまだ、お前は。これどうしよう。これ守ってくるかな。普通に、影打ちでいいか。まあいい、影打ちで。加速だろ、どうせ。あー、メガ進化させる系のパティンか。これ守ってくる可能性もあるな。これ守ってきて、何してくんだろうな、メガ進化。普通に炎技、打ってみたいな、そういう戦い方。あれ、守ってこない。影打ち。なんだ、お前。奇妙だな、フレアドライブ。普通に、まあ、そうか。潰しに来たね。しょうがない、ここは。反動で相手もダメージいくし。まあ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 、しょうがない。手羽先仕事した、ありがとう。これ次。次、次、次、次。ただ、俺はだよ。ただ、ちょっと待ってくれ。いや、加速一回積んでる。これ、待って。唐揚げが加速1回積んでる。これちょっと素早さ見よう。唐揚げ、馬車はもう攻撃力。メガ進化で100。加速 1つ目で150でしょ。で、俺の、サザンドラ98。うわー、勝ててねー。ギリ勝ててねー。サザンドラの素早さじゃ勝てない。スカーフ巻いてても勝てないから、これ月光が行って、月光が行って、水手裏剣でどうにかこうにか、多分そこそこ行くと思うんだよ。そこそこ。水手裏剣打とう。これそこそこ行くと思うから。水手裏剣。これいけるよね多分ね。いや、ここ、水手裏剣で、どうにかこうにか、減らして、頼む。いけ、ほら、いけるいける。あ、いけるもっといけもっといけいけお前やくっくっ避けろ避けろかっさまえ水手裏剣なんてやつやったお前や何しろよマジでこいつ。なんでこんな大事なところでお前2発お前はなんだ俺これ負けるのかおい。ふざけんなよ負けてくれよ頼む頼む避けろ避けろよ耐えろあれあどうすりゃ勝てたんだよ、じゃあ。わかんねえよ、どうすりゃ勝てたんだよ、俺は。ありがとうございました。